ベスト電気スタジアム、どう？初めてのベスタ、いかがだったでしょう？でも倍以上にめっちゃ楽しかったです。また来たいなって思います。この頃の僕といえばもうパラさえないんだ。ヒーローになれなかったな。賛成多数の予定調和はなぎたい。よそ行きの言葉使えない。走れてたいつかは頼れる誰かに。アビスパ福岡のホームグラウンド、ベスト電気スタジアム。先日行われた九州ダービーでは今季最高の1万5880人が来場。かなりのにぎわいを見せましたが、実は未だに満員になったことはないんです。そこでキックオフ福岡的アビスパ応援企画、ベススタに試合を見に行って選手を沸かし企画、スタジアム満員プロジェクト。イエーイ。ベスト電気スタジアムで直接試合を見てほしいということで、はい、我々で観客動員アップの PR 活動を今回はしていきたいと思うんですけども、この場所で一体何をするかというと、番組3人がまだベススタに行ったことがないという福岡県民をハンティングし、試合観戦の魅力をプレゼン。実際に試合を見に行くと約束してくれた方には番組で観戦チケットを用意させていただきます。マジで、すげえ。7月7日のホーム京都戦のチケットをなんと番組が自腹でプレゼント。初観戦のお客さんを増やしてスタジアム満員を目指すプロジェクトなんです。というわけで早速スタート。あ、上で手を振られてる方いらっしゃる。おー、来てますね。地元の方ですか？ぜひぜひちょっと降りてきていただいて。いやいやいや、すごいな、すごい面白いな。お願いします。いつも見てます。わあ、いつも見てるんだって。嬉しい。すごいですね。駆けつけてくれたのは今シーズン10回以上スタジアム観戦しているアビサポの方。いつもはお一人で見られるんですか？あ、一人で行ってます。見に来たことない人だらけなんです。彼女の周りにはサッカーに興味がある人がおらず、いつも一人で観戦しているんだとか。そしたら私たち番組でお友達を連れてきていただいたら一人もプレゼントします。ぜひ全力で誘ってきます。全力で誘ってきてください、はい、そしてチケットを受け取る際に必要なのが今回番組が用意した特製シール。スタジアムでシールを見せてくれたらチケットを渡します。いわば約束の印です。続いて声をかけたのは3人組の男の子。今日なんでこんな時間にいるの？映画見に行くんだ。映画見に行くの？はい。スタジアムは行ったことない。ないです。野球しか行ったことありません。野球ね。そこでベススタの魅力を情熱プレゼン。すごくね、グラウンドと近いの。観客席が、選手がこう走ってるね、息だったりとかね、ボール蹴った音とかね、ぶつかる音とかね、すっごい聞こえるんです。こういうのは本当映画館以上にすごいよ。実は小学生のスタジアムの観戦料金は映画と同額。そのことを伝えると興味出てきました。出た、はい、本当、ね、続いては撮影が気になって声をかけてくれた中学生。サッカーやってないよね？僕はバスケします。バスケ？野球します。野球します。野球、バスケ、バスケ、はあ、でサッカー。バランスがいい。バランスいいね。聞くと6人中3人がスタジアムへ来たことがないと言います。みんなに見に来てくれるんだったらあげようかなと思います。行きます。本当に来る？じゃあこの6人で。お、この6人でね。6人全員で観戦に来てくれることを期待しシールを配布。ここまでおよそ1時間で話ができたのは5組ほど。このペースでは集客できる人数に限りが。もうちょっと、たくさんの方にもう一緒に説明しちゃおうかなと。ほうほう。ちょっと人集め、はい、してきてください。俺結構人にこう話すの苦手なタイプ。めちゃめちゃうまかったっす。現役アイドルが元プロ2人を使って人集め。真面目な2人は口答えすることなく粛々と任務を遂行。
気がつけばあっという間に10人以上の福岡県民が。まずはいいですか、一度もスタジアムに行ってない方、うん、手を挙げてください。スタジアムに行ったことがない人たちに向け、3人が全力でスタジアム観戦の魅力を PR。 やっぱ、ね、たくさんのお客さんの前でプレーできると本当頑張れるので、まあ、そのためにやっぱたくさんのお客様サポーターの方に来てもらいたいなと思って。なんとスタジアムにはグルメとかね、いろんな、ね、うん、スタジアムグルメとかっていうのがあるんですね。すごく美味しいものがねたくさんあったりとかしますし、なんかちょっと本当にお祭りみたいなイベントみたいな、サッカー知らなくてもあなんか盛り上がって面白いねっていう感じになりますので、スタジアムが一体になってみんなで手拍子したり歌ったりするのすごい面白いので、一回来たら多分魅力伝わると思うので、ちょっと行ってみたいな、行きたいなっていう人、あら、お上がったよこれ、すごいな、上がってますよ、どうしますか、ね、興味が、お興味が湧いたって、お素晴らしい。さらに観客を増やすべく PR に向かったのは福岡大名ガーデンシティ。今話題のスポットということで人も多く PR にはもってこいの場所です。そしてそこにはたくさんのアビースパサポーターの姿が。実は番組のインスタで今回の企画の撮影を告知しており、その投稿を見たアビサボたちが集まってくれました。中にはこんなに可愛いサポーターも。お父さんが大好きで。そうなんだ。名前もジョーゴくんなんで。ジョーゴくん申し子じゃん。ここからはアビサボの皆さんにもプロジェクトに協力してもらうことに。すごいですよ。すごいですね。じゃあ何フラフラしてるの。いやいや、ちょっとリフティングちょっとリフティングをちょっとさせてもらおうかなと思いまして、ね、たくさん集まったサポーターのためにも人肌脱ぎたいと石津さんが元プロサッカー選手のテクニックを披露。インサイドアウトサイドで胸でやったり。やばい。すると何事かとサポーター以外の人たちも続々と集まってきてくれました。スタジアムの場所ってどこにあるかご存知ですか。そうですよね。空港の裏。スタジアムの場所さえ知らない人たちが。そこでサポーターも観戦の魅力をプレゼン。サポーターが声を出してで選手もまた力を出してっていう、お互いこう支え合っていく感じが味わえるのがスタジアムで見る良さかなと思います。すごいですね。すごいコメントですよ。石井さんどうですか。今回3人が PR したスタジアム観戦の魅力は街の皆さんに伝わったのでしょうか。そして迎えた7月7日。さあ、ベスト電気スタジアムにやってきました。田中健二です。よろしくお願いします。スケジュールの都合でロケに出ていた3人が全員参加できず、そこでこの日は健坊こと田中健二さんが助っ人として登場。もう来てる。果たして3人が街で出会った方たちは本当にスタジアムに来てくれるのか。未だ満員になったことがないアビスパ福岡のホームグラウンド、ベスト電気スタジアム。新たなサポーターを呼び込むべく番組の3人が街へ出てベススタ観戦の魅力をアピール。実際に声をかけた人たちは来てくれるのでしょうか。もう来てる。チケットを手に待ち合わせ場所で立っていると、あ、こんにちは。ひょっとして手に素敵なものを持ってジョーさんのお客さん、ね、お来てくれた、ありがとうございます。最初に来てくれたのは博多駅にいたベススタ未体験で興味を持ってくれた女子高生で一緒に来たのは家族、ね、そうです。じゃあ3人連れてきてくれたってこと、ありがとうございます。まずねベススタ来たらここで写真を撮るの。はい、撮りますよ。はい、チーズ。よっしゃ。恒例の写真撮影を終え家族分のチケットを贈呈。そしていよいよ入場ゲートに。お待ちの応援ありがとうございます。おー、え、今日は今日子供小学生には T シャツプレゼントで、星がついてますよ。すごっ、見せ見せ、やったね。
なんとこの日は小学生3000人を対象に無料でキッズユニフォームを配布していたんです。さらにタオルマフラーも購入、応援グッズを揃えたところでついにスタジアムへ。この階段を登るとじゃーん、これがベストデンキスタジアム。どう？広いよね。楽しんで、はい、しっかり応援してください、はい、そして田中さんは再びスタジアム前へ。来てくれた、おーシール持ってる、うわーありがとう、いらっしゃい。約束のシールを手に来てくれたのは博多駅で出会った中学生6人組。じゃあこの6人で、この6人で、ね、6人で来るということでしたが、あ6人でやったけどこれくなりました。あそうなんや。で今日は何人いる？今日4人です。あと1人、はい、あと1人は、あと1人ちょっと初めての子が遅れてるんや、はい、なるほどね、初めてらしい。ケント、おりましたよ。どれ後ろ後ろ後ろ、おい手振って。40番目の前40番松田センターです。ケント君、はい、しかっぱいバスケやん。はい、めっちゃバスケ今日。どうすか初めてのベスター。いやなんか人多いっすね。ねえ、早速スタジアムへご案内。さあ見えてきました、ゴールラ。ケンタどうだ、ゴールラ。いやちょっとすごい、マジやばい、シュートで跳ねるやつ。どう初めてのベスター。なんかすごい、すごい。じゃあ楽しんで、はい、しっかり応援して。そして試合直前にも声をかけた方が来場。すいません、ありがとうございます。すいません、2人とも初めてですか？はい。ああ、本当ですか。博多駅で行った PR ではほとんど興味を示してくれなかったこちらの女性、なんとこの日はカップルで来てくれました。基本僕野球が多かったんですけど初めて来るんですけど、違う雰囲気があっていいです。現在引き分けを挟みリーグ戦6戦負けなしと好調のアビスパはホームで京都と対戦。前半8分、小田のクロスを茂みが落として今度、これには少年たちもこの様子。惜しくもキーパーに弾かれますが序盤から積極的にゴールに襲いかかります。前半27分、ウェリントンが無念の負傷交代、シャハブがピッチへ立ちます。するとその直後、シャハブがボールを奪い今度へ、そのままドリブルで持ち込み、再びパスを受けたシャハブ。交代直後から早速チャンスを作り出しますがここはオフサイドの判定。続く前半40分、ゴール前のこぼれ球に反応したグローリー。しかし惜しくも枠の外。そしてゲームが動いたのは後半2分、アビスパ一瞬の隙を突かれ先制点を許してしまいます。なんとか追いつきたいアビスパは後半33分、佐藤のドリブル突破から最後は岩崎。思い切り左足を振り抜いたシュートでしたが枠を捉えきれません。さらに後半35分、亀川のクロスを小田が折り返しますが相手の堅い守備に阻まれうまくシュートまで持ち込めません。後半アディショナルタイム、なんとか追いつきたいアビスパは小田のクロスに田代。パワープレーで前線に上がっていた魂の男が起死回生の同点弾。チームの諦めない姿勢にサポーターのボルテージも最高潮に。
その後も逆転に向けてさらに前へ出るアビスパ。しかし試合終了間際、まさかの展開が。攻勢で前がかりになったアビスパのディフェンスラインの裏を京都がカウンターで一閃。土壇場で勝ち越しゴールを奪われ、そのまま試合終了。7試合ぶりの黒星となったアビスパ、しかし順位は6位をキープしています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、初めてのベスタ、いかがだったでしょう。試合はめっちゃ面白かったです。おー、声出した。めっちゃ声出しました。どういうところが楽しかった。なんか最後の辺に点決めたじゃないですか、うんうんうん、あそこでめっちゃ盛り上がって、うん、点決められてめっちゃ落ちるっていう、うん、まあその盛り上がりからの落ちたとこもひっくるめて、まあそれもサッカーやけんね、はい、ぜひ勝つまで来てください。また来ますか。はい、じゃあお待ちします。ありがとうございました。ありがとうございました。初めてです。どうでした、初めてサッカー観戦。思ったよりも近くて迫力がありました。最後同点で終わってほしかったけど、ちょっと残念だけど、うん、でもめっちゃ楽しかったです。思ってたのと比べてどう。でも倍以上に、でまた来たいなって思います。うわ、嬉しい。スタジアムでしか味わえない興奮、皆さんもぜひ足を運んで体感してください。この後は情熱プレイバック、大接戦となった京都戦をたっぷりと振り返ります。今回は同点ゴールのシーンを情熱プレイバック。まあ本当にこう決める時間ももちろんそうですけども、田代選手がやはりヘディングが強いので、もうある意味こうパワープレーをやっぱりこう持ち出して、その戦術に切り替えた。そして田代選手、なんといってもディフェンダーなんですけども、飛ぶジャンプのタイミングが早いですし、滞空時間が非常に長いんですね。まあそうすることによってやはりこう相手よりも先に触れるという部分に関しては、本当に完璧なね、これヘディングシュートだったと思いますね。まあ、僕はやはりね、加世部監督がやはりこう1点取って前に行けとね、もうとにかくやっぱり点を取りに行って勝つんだとね、勝ち切るんだというね、そういったやはりこう戦術を組んできましたし、選手もやはりこう前に行って点を取るんだというね、こういったチームの思いというのがものすごく僕ね出たゲームだと思いますし、まあ最後はやはりカウンターでねやられてしまいましたけども、でも僕はすごくね価値のあるね、これは負けだったんじゃないかなと思います。そしてこの試合の情熱ポイント、村上選手の全てが詰まったプレーです。定山が熱くなったのは後半11分、村上がファインセーブでピンチを救ったこのシーン。通常であればやっぱり左からのクロスに対しては、村上選手一度ねファーサイドに体が流れるんですね。これはもうお決まりのやっぱりパターンなんですけども、逆を突かれてもやっぱり即時にやっぱり反応する速さ、そしてねあそこでボールを触れるというこの、ね、技術がやっぱりすごいなと思いますし、で一度ね弾くんですけども、そして選手が詰めてくるこの状況に対してもやっぱり冷静に判断をして、しっかりとボールをね2回こう触りながら、体でしっかりブロックをしながらセーブをする、これがやっぱり村上選手のね本当に全ての特徴だと思いますし、なかなかできるプレーではないので、もしかしたらこのシュートが入っていればアビスパはやはり2点3点やっぱりもっと取られたかもしれません。ですけども、その流れをしっかりとね断ち切るというね、そういったスーパープレーだったと思います。リーグ戦引き分けを挟んで7試合負けなしと好調のギラバンツはアウェーで鳥取と対戦。前半36分、鳥取に先制点を奪われ5試合連続で追いかける展開に。後半6分、ペナルティーエリアで永井が倒され PK を獲得。しかし矢野のキックはキーパーに止められ同点ならず。さらにその8分後、永井がエリア内で倒され PK を獲得。今度は永井が自ら決め同点に追いつきます。後半20分には相手のフリーキックからピンチを招きますが、ここは田中が冷静にセーブ。すると後半34分、コースンジンのクロスに山荻。
時はこれが J 初ゴール。見事な逆転劇で連勝を飾りました。現在のギラバンズの順位がこちら。順位こそ11位ですが、昇格圏内の2位まで勝ち点差を5としています。来月17日年に一度の恒例イベント、ギラバンツサマーフェスティバル2024が三国ワールドスタジアムで開催されます。先着1万人の来場者へオリジナルシャツのプレゼントや、映像と音楽に合わせた600発の花火などイベントが盛りだくさん。今チームは本当にどこに出してもどうやって見ていただいてもすごく楽しい、スタジアムになっていると思いますし、戦いをしていると思うので、ぜひ、たくさんの方が来ていただけたらなというふうに思っています。オリジナルシャツを身にまとってミクスタを満員にしましょう。また J リーグでは、夏休みは J リーグに遊びに行こうと題し、全国各地で行われる試合に18万人の方を招待するという特別企画を実施。アビスパのホーム戦の対象試合は8月17日9月1日の2日間、応募期間は今月21日までとなっていますので、 J リーグ公式ホームページをチェックしてください。ホームでの試合情報です。アビスパは来週20日に東京ヴェルディ戦、ギラバンツは明日宮崎との九州ダービー。スタジアムで選手たちを応援しましょう。